さて、それでは今日の、授業に入りたいと思いますけれども、前回ですね、そのコンピューターの基本構成の中で、その主記憶装置、メモリの配置の話を途中でした。ちょっとじゃあ、そのセクションのタイトルだけ書いておきますね。で、このセクションでの、その前回の最後に説明した主な内容は、そのコンピューターのメモリというのは、まあ、基本的にはその1バイトを一塊として扱うと。で、それをそれぞれのバイトにですね、その0番地からアドレスという番号をつけて、線形に配置するという話をしておりました。で、その中で、まあ、その最近の計算機は特に性能が上がっていますので、そのいくつかの何バイトかの複数バイト その情報を一度にまとめて扱うということで、その一度にやり取りするデータ量ですね、の単位をワード5という話までしました。で、そのワードは最近のコンピューターでは、例えば32ビット、4バイト、もしくは64ビット、8バイトの場合が多いですよという話をまで終わったところです。で、今日はその、じゃあ例えばその1ワードが32ビットの場合のそのメモリの配置はどうやってるかというのをちょっと図を書くところから始めたいと思います。で、前回書きましたその、メモリの構成では、その1バイト単位のこのメモリをこう1列にこう積み上げていったんですけれども、例えば1ワードが32ビットということになりますと、このこの1マスはその1バイトのメモリを表すわけですね。で、これをまず最初に0、1、2、3というふうにこう横に並べていきます。で、この番号がその前回やりましたアドレスを表しまして、で、ちょうど1段にこの場合ですと1ワード分のメモリが並ぶように配置します。で、その1段上になりますと、今度は、4、5、6、7と順番にこうメモリを並べていきまして、で、まあ、これを同じようにしてダダダダとこう積み上げていくわけですね。で、でそれぞれ1段がこれ1ワードを表しているということになります。で、最終的にはこれはそうですね、例としてその n バイト のメモリを、n は4の倍数なんですけれども、その1ワード32ビットで配置した場合には、最後は一番上の段は、まあ、n-4、n-3、n-2、まあ、n-1 というふうなアドレスの配置になるわけです。ということで、その、まあ、1ワードがですね、その複数バイトに渡る場合には、まあ、こういった形で、そのメモリを並べて、まあ、情報処理するということを、覚えておいてください。まあ、この並べ方ですとか、それから、などは、アドレスの付け方などは、その計算機の種類ですね、アーキテクチャって言いますけれども、その計算機の種類によって異なってきます。ですが、まあ、一般的な配置の仕方としては、こういうふうに配置をすることが多いと思います。ここまでいいでしょうか。はい。
それからですね、これテキストにない項目で少し補足なんですけれども、CPU のレジスタという回路について説明、紹介しておきたいと思います。これは、実はですね、CPU については、前回の授業で紹介しましたけれども、CPU にも、その今までお話ししましたメモリと同じように、記憶するような、データを記憶する回路があると思ってください。と、レジスタは、CPU が内蔵する、記憶回路です。で、特徴としましては、まずメモリーと同様に、1バイトから数バイト、もしくはワード単位で、その一個一個のレジスターっていうのが設けられています。で設けられていると、すみません。で、じゃあそのレジスタの容量ですね、個数はどのぐらいあるかって言いますと、今の計算機に積まれているメモリっていうのは大体バイト単位ですると。数ギガバイト単位のものが珍しくないわけですが、それに比べればずっと小さな容量です。ですので、そのレジスタの個数は、メモリに比べるとずっと小さいという特徴があります。何個ぐらいかっていうと、これはもうやはりその CPU の構造によって異なってくるんですけれども、たかだか数十個程度というのが一般的ではないかと思います。でそれから、じゃあこの CPU のレジスターがですね、そのどういう目的に使われるかというと、その先に紹介したその主記憶装置メモリーではその主にその情報を保持するということが、主な目的なんですけれども、その CPU は前回解説しました通り、その演算を行ったり、それから計算機システム全体を制御したりといったような、そのメモリーにはないいくつかの機能を持っていますので、この CPU のレジスタについても、そのようないくつかの特殊な目的を持つレジスタがあります。で、その特定の目的を持つレジスターについて、いくつか主なものを、紹介したいと思うんですけれども、まず、演算を行うレジスター、演算を行うレジスター、厳密には演算装置とつながっているレジスターというのがあります。
で、この算術演算などの結果が代入される。でまあ、厳密にはそのレジスター自身が演算を行うとは限らないんですけれども、まあ、実質上はこのレジスターが演算を行う機能を持つと思っても差し支えないかと思います。っていうのがまず一つありますね。まあ、CPU にはその演算する機能が絶対必要ですので、その機能を実現するためにこの CPU にあるレジスターの特定のものがその演算の機能を持っているというふうに思ってください。で、2つ目の例としては、そのアドレスを指定するというレジスタがあります。で、これはそのどういう目的かというと、その主にメモリー等へのなどへのアクセスのためです。これはどういうものかというと、そのコンピューターが情報を処理するためには、そのメモリに格納されているデータをこう CPU に持ってくる必要があるわけです。でその際にはこのメモリがですね、これまで説明したようにこうアドレスがついて、で特定の場所に格納されていますから、そうするとやみくもにデータを持ってきたんでは意味のある処理ができませんので、その自分の行いたい処理したい対象のデータが、格納されているメモリのアドレスを指定して、例えば3番地からこのデータを持ってきなさいというふうにな指定の仕方をします。でそのアドレスの指定の際に、特定のレジスタにこの、持ってきたいデータが、自分が参照したいデータを格納しているそのメモリのアドレスを代入することで、その目的とするデータを持ってくるというような仕組みが取られるのが一般的です。それからあともう一つの例としましては、その現在のプログラムの実行位置を保持するという機能の持ったレジスタもあります。で、これはどういうことかといいますと、これはそのコンピューターでの、そのプログラム の実行の仕方にも関わってくることなんですけれども、まあ、情報処理などの授業でも皆さん習った人もいるかと思いますが、このコンピューター、この計算機ですね、この計算機は、その処理をさせる手順を、一連の手順を記したプログラムというものとですね、それから処理の対象とするデータがですね、この一つの、このメモリの中にこう混在しています。ただし、やみくもにデタラメに配置していたのでは、コンピューターがどこがメモリ、どこがそのプログラムでどこがデータかっていうのは分かりませんから、それはそれぞれのコンピューターのアーキテクチャ、もしくはそのコンピューターシステムの設計の指針に従って、どういったところにプログラムを置く、それからどういったところにメモリーですね、どういった場所にデータを置くということをこう決めながら、こうコンピューターシステムというのを作っていきます。で、実際にその CPU がプログラムを実行するにはどういう手順で行われるかというと、まあ、これも細かい話はいろいろ異なってくるんですけども、一般的にはそのこの現在のプログラムの実行位置を、実行位置ですね、これアドレスが代入されてるんですけども、このアドレスを保持するレジスタの値をこの CPU が取り出して、で、
じゃあ次に実行すべきプログラムが書かれているのは、例えばこれ3番、また3番地ですけども、3番地だったらば、3番地のメモリの内容を読みに行きなさいと。で、CPU はそのメモリに指定して、この3番地の内容を持ってきなさいっていうふうにして、データを転送するわけですね。で、そこの3番地の内容に書かれた、その CPU のための命令を読んで、次の処理を行うと。それが終わると、今度は、次のプログラムの実行位置をですね、この、レジスタ、このレジスタから取り出して、で次の命令をメモリから読み出すと。そういう繰り返し、操作の繰り返しで、こう、コンピューター処理を行っております。で、そのための、その現在のプログラムの実行位置を、アドレスを保持するためのレジスタというのが、大抵の計算機にあります。で、このレジスタには、その、時々、まあ、コンピューターのアーキテクチャによりますけれども、特別な名前がついていて、このレジスタをプログラムカウンターというふうに呼ぶものもあります。ということで、その、まあ、他にもですね、この CPU のレジスタには、その CPU のアーキテクチャに応じて、こう、いろいろな機能を持ったものがありますけれども、まあ、大体、今の述べた3つの例は、ほぼどんな種類の CPU にも、まあ、搭載されていると思って過言ではないかと思います。すみません、今日はちょっと板書の進行が多少変則的になりましたけれども、本来ですと左側から順番に埋めていって次に右側行くものなんですけれども、今日はちょっと書いていたらつい腕が滑って右側を先に埋めてしまいましたが、一応番号を振っていますので適宜フォローしてください。で、まあそうですね、この先ほどメモリの配置を書いたように、まあ、CPU もにも、まあ、いくつかそのレジスタがあります。で、まあ、メモリの方には、順番にアドレスが振られていましたけれども、CPU のレジスタにはその名前がついていることが一般的です。まあ、アルファベットの一文字とか二文字とか、それから単語のような形での、名前がいくつかの種類のレジスタについています。で、まあ、これは名前の付き方はその CPU の種類によって異なりますので、まあ、今回は省略しますけれども、まあ、こういった形でそのメモリと同じような情報を保持するレジスタというのが CPU の中にも搭載されているということに注意しておいてください。で、で、これからですね、今後そのメモリの話をしたりするときにですね、その、まあ皆さんどのぐらい実感が湧くか、やってみないとわからないんですけれども、しばしばこのソロバンのモデルを用いることがあると思います。これは僕が独自に考えたんですけれども、ちなみに皆さん、ソロバンは知ってますよね？ソロバン知らない人っていますか？あ、少なくとも、まあ、日本で教育を受けてきた人であれば、ソロバンは多分、小学校あたりで出てきたんではないかと思いますし、あと、まあ、海外にいた人も、もしかしたら知ってる人いるかもしれませんけれども、これはソロバンモデルというのは僕が勝手につけた名前なんですけれども、これからしばしば話をするときにですね、この1ワード1ワードっていうのをこうソロバンに見立てて話を進めることがあります。で、
普通のそろばんはですね、皆さんよくご存知のように、十進で、で各桁に5の玉が1つと1の玉が4つあるそろばんは皆さんご存知かと思いますけれども、ここで考えるそろばんはですね、例えば32ビットでしたら、その1ワード分の桁数を持つと思ってください。このそろばんの桁がですね。32ビットでしたら、32桁の桁を持つと。で、玉の数は各桁1個っていうことにしましょう。ですので、まあ、こんなふうにですね、こう、玉が1個だけ各桁についていて、それが上がったり下がったり。しているというようなそろばんを想像してみてください。で、でまあこれとですね、その今まで話したその計算機の話をメモリとの対応付けをしようとすると、まあ皆さん多くの人はお気づきだと思いますけれども、この玉の上がった状態下がった状態をこの計算機のデータの0と1に対応付けるということですね。まあどちらでもどちらをどちらに対応付けてもいいんですけれども、まあ一般的にはその玉の下がった状態を0に対応付けて、まあ、上がった状態を1に対応付けるというふうにしてみます。まあ、僕はそうしてみますが、皆さんはその逆の方がいいやっていう人は逆にしてもらってももちろん構いません。大事なことはその玉の上がった状態下がった状態と、それからその計算機のメモリの0、1の値とですね、1対1の対応を付けるということです。1対1の対応がついていれば、まあまあ、どうでもよいということになるんですけれども、まあ、こういった形の、そのですね、そろばんが、まあ、計算機の中でですね、こうデータを保持したり、あるいはデータを操作したりするのに、こう使われているといいますか、まあ、こういった形でこう使われているということで、こう対応付けてもらえればいいんじゃないかと。見てどうかなというふうに思います。で、このそろばんのですね、その次にその動作の性質について、そのいくつか今まで述べてきたメモリやレジスタの話と対応して見てみますと、その、メモリレジスタともそのこういう形でこうそろばんでにありますように何らかの値を保持するっていうところは共通しているわけです。で、メモリーとそのレジスタで異なる部分は何かっていうと、いくつかありますけれども、一つはその例えば演算ができるかできないかっていう違いがあります。メモリーは単にこのそろばんの内容を保持するだけですね。CPU から指示を受けてこのメモリーをこのデータの内容を記憶しておくと、あるいは CPU から命令されたらこのデータの内容を取り出して送ると。で、基本的にこのメモリというのはこの自分でこのデータの内容に対する操作はできないわけですね。でそれに対して例えば CPU の、 その演算を行うレジスタでは直接このそろばんの玉を弾いて演算ができるというような区別ができるではないかと思います。で、今後そのこれから例えばその計算機の実際のその数の演算などの話の時にこのそろばんのモデルを持ち出して話をすることがあるかと思いますので、まあ参考にしてもらえればというふうに思います。ここまで何か質問などありますか。いいでしょうか。はい。でそれで大体 1.1 セクション 1.1 ですね、テキストの8ページぐらいまでは終わりということにしまして、で、次、テキストの9ページに、セクション 1.2、全近記法というのがありますけれども、ひとまず、これは、今は飛ばして進みたいと思います。多分、全近記法については、後で叱るべき時に議論する時があると思いますので、その時にもう一度、復習することにしたいと思います。一応、内容を読んだ人はわかるかと思いますけれども、これは、皆さんが、微積分で、勉強したラージオとかスモールオーなどの
ような、あの表記も含むようなものです。まあ、あの計算機数学用にはそのラジオスモールオーの他に、まあ、もう何種類かのその全近表記というのを用意しております。それでは、テキストの11ページですね、第2章 の、 あの数値と数式の表現、基本演算アルゴリズムというところに入っていきたいと思います。で、この章ではまずそのセクション 2.1 で、数値の表現ということでタイトルがついておりまして、で、まずその計算機上で例えば数値をどのように表現するとかですね、そういう話から入っていって、その計算機上で表現された数値に対してその効率的な効果的な演算を行うにはどうすればいいかといったような手法の説明から説明を進めていくゴロードマップになっております。で、セクション 2.1 は数値の表現ということで、こう、説明がいろいろありますけれども、実は、ここのセクション 2.1 の内容は、前回の授業でだいぶ、先回りして説明をしました。ですので、要点だけ、かいつまんで復習したいと思います。まず、計算機で扱うデータとして、そのビットとバイトの概念がありますという説明があります。それからもう一つワードですね。ワードの概念ですね。で、これは前回の授業でもやりましたので、必要な人は講義ノートの該当する箇所を見て復習しておいてください。で、それからワードに関してなんですけれども、今後の議論の中で1ワードは N ビットというふうに表します。で、これも以前説明しましたけれども、この N っていうのは現在では32や64の倍が多いということも注意しておいてください。それからですね、次の要点としましては、その加減乗除などの基本演算をこれから考えていくんですけれども、基本演算を例えばあるアルゴリズムではその基本演算が何回必要かというようなことを考えていくんですけれども、この基本演算の単位としてワードを取ると、だからワード単位でその演算を何回行うかということを議論しますということを注意しておいてください。
このワード単位というのはどういうことかというと、その皆さん小学校からですね、こう足し算や引き算を学んで、それから足し算や引き算の筆算を学んで、それから、そういう段階を追っていろいろ学んできたと思うんですけれども、例えば、筆算をそれにしても2桁同士の数の加減算、あるいは3桁同士の数の加減算っていうふうに、こう桁数をだんだん増やしたり、あるいは主にここに関することだと桁数をだんだん増やしてこう計算をいろいろ考えてたと思います。でそういう観点からすると、その例えば3桁同士の数の加減算によりは、その10桁同士の数の加減算の方が手間がかかるっていうのは多分自明ですよね、皆さんにとって。でそうしますと、その計算、ある計算をしようと思ったときに、そのどのぐらい手間がかかるかっていうことを調べるためには、そのどのぐらいの単位においてその手間がかかるかどうかって、その単位を一つ指針を決めておく必要があるわけです。それが例えば一桁のその加減算を単位として、その計算の複雑さを測るか、あるいは例えば 3桁か5桁、3桁の加減算、3桁の加減算だと例えば小学校の中学年ぐらい、うちの上の子は小学校4年生ですけれども、小学校中学年ぐらいとか、それからまあ5桁ぐらいの加減算だと、まあ小学校の高学年とか、まあそういった形でこう基準がいろいろ異なってくると思うんですけれども、でこれはやっぱりその計算機によるおけるその演算の複雑さを議論するためにも必要になりまして、でまあいろんな単位で考える場合があるんですけれども、少なくともこの授業においてはこの演算の単位やワード単位でその計算の複雑さを議論しますということです。でこのワード単位っていうのが、そのじゃあ本当にいいんですかということなんですけれども、先ほど説明しましたように、CPU の方はですね、レジスターっていうのは大体そのワード単位でこうメモリがレジスターができております。で、でこの CPU における例えば1回の演算ですね、1回の演算というのもワード単位で行われる場合が多いです。ですから、この計算機、この計算機におけるその計算の量に関するその複雑さを議論する上では、じゃあ CPU の性能に合わせてまあ議論するのが妥当だろうと思われますので、そうしますと、CPU はワード単位でこの加減算を1回ずつ行いますから、まあワード単位でこう考えるのはまあ合理的ではないかというふうに思います。それからですね、その数値を表現するのに、その、まあ、どういう符号を使うかっていうことなんですけれども、まあ、これからその行う計算というか、皆さんがすでに日常的に行っている計算においては、その皆さんが実際にこう現実の社会、世界で使うその数値とですね、それからこのコンピューターが使うその情報との間に何らかの対応付けをしているわけですよね。で、多分もうそれは2進数でやってるっていうのは皆さんよく知ってると思うんですけれども、まあ、基本的にはその皆さんが知ってるように何らかの対応付けをやってるってことが大事なわけです。で、数値の表現における本質というのは、まあ一つ、本質の一つですね、本質の一つとしては、まあ我々がその実際に扱う、現実に扱う数値と、それから、それらをその計算機内で表現したものですね。
これ符号とも呼ばれますけれども、この両者の間に、まあ、1対1対の対応が、あるというのが、まあ、本質的に重要なことです。で、逆に言うと、この両者の間に1対1対応が取れるような、そういうその数値の表現の仕方、方法、体系であれば、まあ、本質的にはどんな表現の仕方であっても、計算というのはうまくいくはずなんですね。で、実際に、その計算機が生まれた頃というのは、まあ、1940年代の終わりですね、大体第二次世界大戦が終わった頃にですね、こう何人かの、もしくはいくつかのグループで、ほぼ同時に、こう独自にその計算機を作るその取り組みがなされ始めましたけれども、その当時っていうのは、実際にこう、お互いに連絡を取ったりすることもなかったかと思いますし、それぞれの人たちが自分で考えたやり方でこう計算機を作りましたから、実際にこうそれぞれのグループでこの数値とデータの表現のですね、対応を考えてこう計算機を作ったわけですね。しかしながらこう最初の計算機の発明から何十年か経ってこの計算機がこう一般化します。で、企業もそういう計算機を作って売るという会社が出現して、でより多くの人たちがこう計算機を使うようになったりする。そうするとこうそのうちですね、例えばある A 社の計算機でこう使った計算したデータをですね、違う異なる B 社の計算機で使い回したいというようなこう欲求がこう現れたりするわけですよね。まあ、それはこう使う方の人間としては当然のことだと思うんですけれども、そうすると次に何が問題になるかっていうと、じゃあこの A 社の計算機でこの数値を表現する方法と、それから B 社の計算機で数値を表現する方法が仮に異なっていると、そのままの形ではデータは使い回しできないですよね。で、そういうことが重なると、こう、いろんな計算機を活用する上では不便だなっていうことに、多分皆さんの話を聞いていれば気づくのではないかと思います。で、そういうことからですね、だんだんじゃあそれぞれの会社が独自のその数値の表現の仕方をしていてはデータの使い回しができないし不便だから、みんなで共通した表現の仕方を作りましょうというふうにしてですね、この標準化という流れができてくるわけです。まあ多分これも自然な流れだと思うんですけれども、まあただ自然な流れではあるんでしょうけど、まあ、いろんな人が努力してですね、例えばそのいろんな計算機を作る企業ですとか、それからこういう符号を考える人たちですね、まあ学者、科学者ですとか、そういった人たちのこれでみんなでこう一生懸命議論しながらこうコンピューターの標準的な規格というのができてきて、それでがですね、回り回って今私たちがこういろいろなところから情報を得て、でそれを活用できるというそういう環境を享受しております。まあ、ちょっと話がそれましたけれども、本質的にはこういうことが重要だという話です。で、それではもう少しですね、具体的に今度は、テキスト の11ページのちょっと下の方にありますけれども、整数の表記について、表現について話をしていきたいと思います。まあ、この辺の話は多分1年次の情報のでをやられたこととだいぶ重複しているかと思いますので、分もあるかと思いますので、まあ適当にこう復習がてら聞いてください。で、
歴史的にはその計算機ではですね、この数を何進法で扱うかっていうのはいろいろな試みがあったんですけれども、現在においてはほとんどの計算機ではまず数を2進法で扱うというのもまず大前提です。一応以下の説明では1ワード32ビットとして説明を進めていきたいと思います。一応これからですね、その符号なしの整数の表現と、それから符号付きの整数の表現というのを紹介したいと思います。アンサインドインテジャーとも呼ばれますけれども、符号なしの整数ですね。で、じゃあここでですね、その、まあ1ワードのメモリを表す箱を書きまして、で、それぞれにそのどういう値が詰まっているのかというのを順番に書いていきますけれども、右の方から順番に、ビットの番号でをつけていきます。0、1、2、3、4。で、一番左側のビットは31番としましょう。で、そこに、B の0、B の1、B の2という値を右から順番に詰めていきます。で、一番左が B の31という値ですね。で、この B の J というのは、0か1のいずれかを表します。で、これがですね、この、まあ、これ一つの、この形で一つの整数を表現したいんですが、まあ、これが表す、まあ、整数の値ですね、整数値。を、まあ、V とするときに、逆に言うと、この V という整数ですね。この V という整数を、この1ワードのビット列で表すにはどうすればっていうと、次の0から31の、先ほども説明しましたように、これ2進数で表すということですので、まあ、直接この V をですね、この2進数で表した時のそのビット列をまあこうでこうこの数を表すということにします。で、まあ、BJ を定めると。というのが、まあ、符号なし整数の基本的な表現です。
例も多分そんなに出すまでもないと思いますけれども、一応この0が0が0だけが並んだそのビット列というのが、まあ、十進数ではもう0を表すと。で、基本的にこの符号なしの整数の表現では0以上の整数のみを表します。で、仮に一番右側のこの B の0だけが1になった場合にこう1となるわけですね。で、あとは以下同様にして、こう二進数での表現が、まあ、十進数の数に対応するという形 で最終的にそのどのくらい大きな数までこの符号なし整数で表現できるかというと、一番大きなこの符号なし整数というのはこのビット列が全部1の時ですね。で、これはその十進数に直すとそのいくつになるかというと、まあ、これも多分容易に計算できると思いますけれども、2の32乗マイナス1となります。まあ、これはすぐ分かりますね。で、具体的にこれがそのどのぐらいの数かっていうと、まあ、これを僕も計算手で計算したわけではないんですけれども、一応いろんな本に出ていますが、まあ、十進ですとこういう形、こういう数になりまして、まあ、大体十進で10桁程度の数ということになります。ですので、符号なし整数ですと、まあ、十進数ですと0以上、まあ、この値までの数を表現できるということになります。で、次に、符号付き整数、符号なし整数となりましたね。この符号付き整数の説明をします。で、この時に2の歩数と呼ばれる数も出てきますので、その説明もしたいと思います。で、先ほど符号なしの整数を紹介しましたけれども、まあ現実扱う数値は符号があった方が都合がいいこともあるわけでして、まあ、例えばお金の計算を、しようと思った時にですね、その符号なしの整数ですと例えばある会計の収支を表して黒字だったらいいんです。いつもその収入が支出を上回っていればいいんですけれども、たまにその支出の方が収入を上回って赤字になったりすると、こう符号なしの整数ではこうどう表現するのか困ったりするわけですよね。で、まあ赤字のだったらば例えば負の整数で表すというのは多分皆さんすぐ思いつくと思うんですが、そうなりますとやっぱり符号のついた負の整数も表せた方が、まあ何かと便利な場合というのは結構あるわけです。そういうわけで、じゃあ符号のついた整数を表すっていうふうにはどうすればいいかっていうことを考えるわけなんですけれども、まあ多分考えろと言われてすぐに思いつくのは、そのこう符号なしの整数の表現にプラスかマイナスの符号をこう表す情報をつければいいのではないかというふうに思うんじゃないかと思います。ですので、例えばそうですね、1だったらはこういう表現しますから、これに例えば符号を表すビットを1ビット加えて、マイナス1だったらはこの表現にこの表現に加えてその符号のビットを1にすると、まあ、そういうふうにすれば
こう比較的安直に表せると思えるわけです。しかし、実際に今の多くの計算機で使われている表現というのはそういうものではないと。2の歩数を使った表現だというのは多分情報なんかの授業でもやられたと思いますが、ちょっと2の歩数の忘れたって人どのぐらいいます？ああそうですか、分かりました。じゃあいい機会なんで復習しておきましょう。まずじゃあこのビット列から先に書きたいと思います。ついでに言っときますけれども、情報の授業でやったことがある内容を忘れてしまったからといって、別に恥ずかしく思う必要はありません、この授業に関しては。一応、何も、特にそのコンピューターに関する予備知識がなくても、この授業は理解できる前提で話はしたいと思いますし、それから大事なことは、やっぱりその都度その都度、必要な時に理解しておくっていうのが大事だと思うので、その辺は恥ずかしく思うことはありませんから、ぜひこの機会に身につけてもらえればと思います。それで、こんなふうにですね、ビット列の表現は先ほどの符号なし整数とほぼ一緒なんですけれども、で、先ほど符号なし整数とちょっと異なるのは、この一番左のビットの働きですね。ここにその V の符号を入れます。V の符号をこの一番、左側のビットで表します。でその表し方は、正ならば0で、負ならば、1にしましょうと。で、実際の数値は、この残りの31ビットですね。だから先ほどの符号なし整数に比べると、その1ビット分減りますけれども、この右側の31ビット分で、数値を表すと。まずこういうメモリの使い方をするというのに注意しましょう。で、もう一つその大事なことは、負の数を、2の歩数、この英語で言うと、例えば補集合を表すようなそのコンプリメントという語になりますけれども、これで表すというのが特徴です。で、その2の歩数というのはいかなるものかというのを説明するために、まずその与えられた n に対してそのマイナス n をそのこの2の歩数を使って表す手順を復習しておきます。0じゃなくてもいいか。 n に対したぶん演習の授業だと誰か
分かる人って当てて説明してもらうかと思うんですが、まあ講義ですし3年生の専門科目ですからそこまでしなくてもいいですかね。で、まず1番目にやることは、この与えられた N のこのビットをすべて反転させます。反転というのは一応確認しておきますと、1ならば0にして0ならば1にするという操作ですね。で、次の手順としてこの1で操作した数に1を加えます。以上です。で、これによって、これによってその作ったその2の個数のマイナス n というのは何、どういう性質を満たすかというと、n と加えるとですね、ちょうど0になるという性質を満たします。ですので、まあ、どちらかというと、あれですね、この我々の数学的な発想ですよね。マイナス n っていうのは、n の加法の逆円であるというふうに、こう、数学では逆円定義、加法の逆円っていうのは、その元の数と加えると、0になるの数のことを言うっていうのが、まあ、我々の数学のスタイルでの、この逆円の定義ですよね。マイナス n の定義です。ですので、実はこの2の個数の表現っていうのは、そういう、こう、数学的な、加法の逆円の定義にちょうどぴったり合うような表現をしているということがわかると思います。一応、例題を一つやっておきましょう。この例題では、まあ非常に初歩的なものなので、1ワードを4ビットとします。で、その4ビットの内訳なんですけれども、先ほどの符号付き整数と同じように、まあ、数値が3ビット。プラス符号を1ビットとしましょう。で、これで、例えば、その、2ですね。2という、この数を入力して、これに対して、このマイナス2というのを、こう、得ましょうという話なんですけれども、まず2ですけれども、2は、まあ、2進数に直すと、1、0ですね。で、今、正ですので、符号は0と。ここが、一番左が符号ですよね。符号で、まあ、あとの3ビットが値だと。で、これに対して、先ほどの説明しました手順を順番に適用していきますと、まず、手順の1番で、ビット列をすべて反転させると。そうすると、これ0を1に直し、1を0を直せばいいですので、まあ、110は1になると。なりますね。で、2番目で、まあ、1を加えると、これですね、この数に1を加えますと、1の位が繰り上がって、1、1、1、0となります。で、これが実は、マイナス2の、2の歩数による表記になります。で、まあ、それを確かめるためには、もともとのこの2の表記とですね、表現と、このマイナス2の表現を加えて、0になると
いうことを確かめればいいんですね。実際にこれ加えると0になるということがすぐ分かると思います。で、ついでに言いますと、この2の個数の表記とですね、先ほど、符号な指定数の時でやったような、この、各桁の数の定義ですね、これにもう少し数学的な意味付けを加えたいなと思った時に、どうすればいいかっていうと、この実は符号の桁がポイントなんですけれども、この場合は、この符号の桁をですね、マイナス8の桁と思えばよいと。だと思うと。そうすると、ここをマイナス、ここが1の時はマイナス8だと思って、で、それに、ここで4が加わって、これで2が加わりますから、そうするとちょうどこの結果がマイナス2に一致するわけです。ですので、この符号の桁というのは実は、この例で言うとマイナス8の桁だと思って計算すると数学的にもついつまが合います。そうしますと先ほどのその一般的なその数ですね、 V に対して、今のような形でその各桁をどういうふうに定めればいいかっていうと、ちょっとすみません、ここに書き加えますけれども、これがですね V を表したときに、じゃあ各桁はどういう整数を満たすように表せばいいかっていうと、ここまではその符号な指定数とほぼ一緒ですね。ただし、右側の30桁だけこういうことをすると。で、ここから、一番その符号ビットの値かける、2の31乗を引くと。まあ、こういう、値をこう満たすように、この各桁の、値ですね、bj を決めなさいというのが、この2の個数による符号付き整数の表現となります。ここまでいいでしょうか。まあそんなに難しくはないと思いますので、また後で復習してみてください。はい。ちょっとすみません、黒板行ったり来たりしてすみませんが、一応こういう形で、まず1ワードの符号なしの整数と、それから符号付き整数が定義できます。で、次にですね、その、不動小数点数の、話をしたいと思います。で、このテキストでは、その12ページの、下3分の1ぐらいで、説明が終わっておりますけれども、いくつかの理由があって、このテキストにない補足の説明をもう少ししておこうと思います。で、理由の一つとしましては、この不動小数点数というのは、今回その我々が学ぶその計算機数学ではほとんど出てこないんですけれども、逆にその世の中の計算の大部分で現れるものです。皆さん多分、これからですね、就職したりして、エクセルなどでこういろんな計算もするかと思いますけれども、そういったいろんなデータ処理の中でも、整数で全てをデータ処理をするというのは、ごく多分まれでしょうね。一部の科学分野を除けば、ほとんどはその数動小数を使います。で、しかもその不動小数の演算には、いろいろ誤差が伴ったりしますので、そういったことをきちっと知った上でこう扱うべきだと思います。で、特に皆さん数学科の出身ということになりますので、一応数学を収めたものとして、コンピューターで出てくる数についても少しは一通りこう学んでおいた方がいいと思いますので、
やっておきますというのが一つの理由 でもう一つは僕自身が割とその自分の研究でこの不動小数を使っておりまして、で、まあ、数学、純粋数学ではほとんどそれほど多くは出てこないと思うんですけれども、僕はどちらかというとその数値計算も伴う計算を行っておりますので、まあ、そういったことからちょっと不動小数について少し詳しく紹介したいと思います。で、まずですね、この不動小数についてまあ、念頭にあるのは、その実数を限られた桁数で近似したいという話です。ここですでに近似という言葉が入っているように、すべての実数を正確に表せるものではないということに注意してください。もちろん、いくつかの数は正確に表すことができますけれども、正確に表せない数も、の方がたくさんあります。で、まあ、一つの例としまして、その10桁の十進数で実数を近似するという問題を考えてみましょう。で、我々は今ですね、この、まあ、十進数が入る箱がですね、10個与えられて、で、これをいかように使ってもよいから、なんか、実数を近似をする数の体系を作ってみてくださいと言われたことにしましょう。皆さんがそういう課題を与えられた。どうしますか？まあ、いろいろやり方があるかと思いますけれども、一つ、そうですね、考えるのは、まあ、実数を近似しろって言われていて、まあ、全部の桁を整数に使っていては整数しか近似できませんから、だからもう少し例えば小数点以下の何桁かをも近似できるようにしたらどうかというふうに考えてみるわけですね。で、一つの例としては、まあ、皆さんいろんなやり方あると思うんですけども、考えると思うんですけども、一つの例としてはこう V という実数が、まあ、V という数で近似するときに、これを例えば5桁を整数部に使って、まあ、もう5桁をこう小数部に使うと、まあ、そういう近似の仕方も考えることができるかと思います。まあ、こういう形でこう実数を近似してみましょうと。で、この時に一応符号の情報は別途別なところで何か持ってよいことにしましょう。で、例えばこういうその表記、表現をしたときに、この時表現できる数値の範囲はいくつからいくつまでですかっていうと、まあ、これも皆さんすぐ分かるかと思いますけれども、この体系で表現できる一番小さい数というのはマイナス 99999.99999 ですね。で、 V というのは V が取れる範囲はこれ以上の値で、で、これで表現できる一番大きい数はいくつかっていうと、この符号をまあプラスにしたものです。
そうすると、まあ、大体、まあ、10の、4乗ですね。絶対値は10の4乗ぐらいの大きさの数を扱うことができると。まあ、こういう表現を一つ考えましょう。で、じゃあ次にですね、次に考えるのは、とりあえずこの今の表現の仕方で、絶対値が10の4乗ぐらいの大きさは表せるんだけれども、同じ桁数で、もっとその大きな数、絶対値の大きな数を表したいときにはどうすればいいかということをちょっと考えます。で、そのためには、ちょっと表現の仕方変えるんですけれども、かなり変わって整数部を一桁にする。で、小数部を8桁にする。で、一つ一番大きなポイントは、ここに10の何乗っていう項を設けて、で、最後の一桁をここの指数に使う。というのを考えています。おお、チャイム鳴りましたね。残念ながら、ここでチャイムが鳴ってしまいましたので、今日は、次回はですね、この、2つ目の表現で、一体、その、どのぐらいの範囲の数が扱えるかっていうのを調べた上で、これから、その、不動小数点数の、もう少し詳しい説明、定義に入っていきたいと思います。ここまで何か質問ありますでしょうか。はい、じゃあ今日はこれで終わりにします。お疲れ様でした。